はい、皆さんこんにちは。今日紹介するのはこちら、ポトスということで、今日は面白いポトスをゲットしましたので紹介させていただきたいと思います。で、今日はポトスの品種紹介だけじゃなくて支柱立てもやっていこうかなと思います。結構ね、あのコメント欄での問い合わせとかでも支柱立てのやり方とかを知りたいですっていうコメントをいただくことがあります。今回は、まあ、なるべく安上がりにどこでも手に入るアイテムで支柱を作ろうと思いますので、興味がある方はぜひ最後までご覧になってみてください。はい、ではまずこちらのね、ポトスですね。これ何が違うのって感じがしますよね。単なる緑色のポトスに見えるかもしれないんですけど、これは世界初のポトスらしいです。これね、葉っぱの表面見ていただくとわかるんですけど、ほら、すごくゴツゴツしてますよね。よく柄物とかで特殊なね、色がついていますよとか、そういうものがあったりとかするんですけど、これは色が特殊なんじゃなくて、この葉っぱの表面の構造、まあ質感というのかな、それが特殊な突然変異です。品種名がテルノリンダ、世界初ラシャバポトスって書いてます。まあ、これテルノホニャララっていう風にね、名前ついてるやつは、シリーズになってますね。で、こういう風にラシャバになっているのは、まあ、世界初で出てきたみたいなんですけど、一応ね、テルノシリーズで斑入りのラシャバっていうのもあります。それはこの質感にさらにゴールデンポトスみたいな斑が入ります。まあ、このね、ラシャっていう特徴は他の植物とかでも現れる特徴なんですよ。まあ、こういうゴジラの肌みたいなゴツゴツとした質感になるんですよね。なんかね、ちょっと多肉植物感みたいな立体感がね、出てすごく面白いです。まあ、なんかものすごく葉っぱ分厚くなるっていうわけではないんですけどね。ちなみにこれ僕が買ったお店だと1097円、ホーマックさんなんですけどね。すぐ売れちゃうかなとかって思ったんですけど、意外とお店にまだありました。ただネットとかになってくると正規でゲットするのはちょっと難しい品種になります。で、皆さんにお伝えしたいのは、こういう変わり種系のポトスがあった場合は見つけたらなるべくすぐに買った方がいいです。もちろんね、ポトスに興味ないですよっていう方はそこまでじゃないかもしれないんですけど、まあ、ポトスって言ったらね、普通によくある観葉植物ではあるんですけど、最近のポトスってかなり進化が進んでるんですよ。いろんな品種が毎年とは言わないんですけど、まあ、新しく作られてたりとかするんですよね。で、それが売れて生産中止になりますよとか、あとは正規のルートだとなかなか流通してないですよっていう品種が結構あったりします。流通量少なかったらやっぱり手に入らないんですよね、正規のルートでは。だからそういう新しい変わり種品種とかがもし見つけられたら、入手困難とかになる前に買っておいた方がいいです。あとはやっぱり、あの普通のね、こういうゴールデンポトス、これゴールデンポトスですね、そういうノーマルの品種の中にもすごく柄が派手になるやつとかもあるんですよ。だからまあ売っててもね、何気なく通り過ぎちゃったりとかもするんですけど、まあ派手なね、柄が出てるやつがないかなとか、ちょっと変わった柄のものがないかなっていうのを見てみると、園芸コーナー見るのもまた楽しくなるんじゃないかなと思います。はい、じゃあこっからは仕立て方ですね。で、今回やるのは支柱立てっていうのをやってみます。ポトスって自然界とかでは木の幹にこう絡みついて上に上に行こうとする性質があるらしいんですよ。で、そういう性質を引き出してやると葉っぱが大きく展開するよっていう風に言われてます。なのでそれに憧れて支柱立てを考える方って結構いるんですけど、なかなかこう長い支柱が売ってなかったり、あとはあっても結構高かったりとかして、なかなかうまく進んでませんよっていう方もいます。まあ、お店行ったらね、意外とあるんですよ。あの溝の入った角材、黒いね、角材があって、まあ、それを園芸支柱にしましょうっていうものがあったりとかするんですけど、それだとポーマックさんだったら1300円だったかな、確か90センチいかないぐらいですね、うん、まあ、大体そのぐらいのお値段で安いのだと手に入るんですよ。で、最近手作り系でね、話題になっているものだと、
ネットシチューって言って網網のねシチューがあって、それに水苔を詰めてシチューにしてみたりとか、人工素材でできたかっこいいシチューとかもあったりします。ただね、あの水苔使うにしろ、そういう人工素材のやつにしろ、結構お値段かさむので、今回は節約コースで行きたいなと思います。はい、で今回用意するシチューの材料はこちら、塩ビ缶です。塩ビ缶は1メートルでこれ500円ぐらいだったと思います。このココヤシマットを塩ビ缶に巻きつけてきます。あの実際塩ビ缶にこれが巻いてあるシチューのね商品があるんですよ。それの場合はあの30センチとかだったかな、連結してジョイントしていけるようになっているんで、あ30センチが足りないなとかっていう風になったら、さらにこうつなげていくことができるんですよね。でそれは差し込むようなね形でなってるんですけど、これ塩ビ缶もやろうと思えばこの先端の部分でね、あのまたジョイントパーツ買ってつなげることとかもできるので、まあ、市販の塩ビ缶でも同じようなものを再現できるんじゃないかなと思って今回は試してみます。まあお試しなのでね、うまくいくかわかんないんですけどね。じゃあ早速やっていきたいと思います。でまずシチュー作りです。植え付ける鉢を用意して、この中の一番奥のところまでシチューを入れてやります。でシチューを入れたら、まあおおよそね、土どの辺まで入れるとかっていうのはあると思うので、土が入るあたりをね、まあ大体でいいんでマーキングします。こんなもんかな、もうちょっと上か、まあいいや。はい、じゃあココヤシマットですね。でこのココヤシマットは60センチで800円ぐらいだったと思います。でシートを別に全部巻きつける必要はないと思うので、一周ちょっと分がね、どのぐらいかをまず見てみますね。よいしょ、結構硬いかな。じゃあ一周ちょっとのところで印をつける。いや定規どっか消えた、あやば、印も消えた、どうしよう。まあいいや、そっか、多分これかなと思うんだよな。まあまっすぐ切れるかな。あの皆さんちゃんとやりたいときは今の長さ測っておいて、で3点ぐらいにマーキングしてまっすぐこうね切るようにしてあげてくださいね。僕もう目分量でいきます、定規行方不明なんで。あ絶対ずれてる、やばいやばいやばい、はい、どうだ、だいたいいけたんじゃない。2センチぐらいずれてますね。まあしょうがないかな。でこれをさっきね、土入るのこのあたりってマーキングしたところから上に巻きつけていきます。で巻きつけた後はこれね、結束バンドで留めてやります。まず片側だけでいいかな。はい、できました。こんな感じ、結束バンドだけじゃなくて麻紐もね、その上から巻きつけました。どうしてもね、この結束バンドと結束バンドの間がボコって浮いてきちゃうんで、まあそれをね止めていくような感じですね。なのでどうしてもやっぱ、まあちょっといびつにはなっちゃいますね。麻紐はあの腐ったりとかする可能性あるんで、腐った時にパーンって弾けたら終わりじゃないですか。なのであんまり使いたくなかったんですけど、まあ結束バンドで止めてますので、大事故にはならないかなと思います。で、こんな感じで作ってあげたので、これを支柱にして植え付けていきます。じゃあやっていきますね。ほう、鉢の中で根っこがくっついてますね。よいしょ。ああ、しっかりとした根が回っております。で、土は落としちゃいます。
バランスよくね、植えていきたいので、小分けにできる塊は小分けにしちゃおうかな。ある程度ね。よし、こんなもんか。じゃあここまでいったら、じゃあ一旦苗を洗ってきます。よし、やっていこう。で、そうしたら、おっこいしょ。これ結構重労働だな。あ、最初の予定のところよりもめっちゃ上にしちゃった。あ、そっか、巻きつけるときにずれたんだ。アホですね。やっちゃいましたね。ここにね、印あります。だから、巻きつけてる間にちょっとずれちゃったんですね。あ、全然気づかなかった。下手にね、これが土に触れて、ずっとぐずぐずなってカビてきたりとかするかもしれないっていうふうに思っときます。皆さん気をつけてくださいね。今回僕は軽石で植えてきます。なので軽石をどんどん入れていく。いや、ずらせばいいだろうって思うかもしれないんですけど、結構固めにね、止めちゃったから。ダメだこれ。水かけて締めます。マグアンプ。苗をだいたい鉢の3箇所ぐらいにセットしました。はい、できました。で、そしたらつる状にこの伸びているやつを柱にくくりつけてきます。っていうかね、貝殻虫がいるな。失敗したな。ちょっと洗っときゃよかった。で、よいしょ、麻ひもでね止めていきますね。根っこがついてくれれば別に麻ひもは後からねほどけてもいいんで、まだねそんなに沿わせるほど長くないんですよね。全体通してみてもこういう茎のねところに出てきますからね、こういう白いのが。これに気をつけてくださいね。貝殻虫です。はい、じゃあくくりつけたら鉢底から汚い水が出なくなるまで上から水をかけ流してやります。はい、こんな感じでできました。完成。結構大変だった。まあ途中ちょっとね、巻き方がうまくいってなかったとかね、いろいろトラブルはあったんですけど、まあまあかなっていう感じです。で、ツルがあんまりまだ伸びてないんで、こんな風に下ばっかりボリュームがある感じになっているんですけど、まあこれから成長してきてくれればね、どんどん支柱に這わせていけるかなっていう感じですね。で、水やりの時に支柱も一緒に濡らしておくような感じでやっていこうと思います。それなりに水はべちゃべちゃに含んでるっていう感じでもないですし、すぐに水乾くとは思うんですけど、まあしばらく水は保持してくれるかなっていう感じのものなので、多分そこまで問題はないと思います。気になるよっていう方はね、2週ぐらい巻いてやったりとかしてもいいかもしれないですけど、あんまり巻きすぎると今度カビたりとかねしてきたら嫌なので、その辺考えてやった方がいいかなと思います。あとはね、貝殻虫ですね。結構たくさんついているので、この間これいいよっていう駆除剤ね、もらいましたので、それで試してみようかなと思います。まあ、今回初めてね作った支柱ではあるんですけれども、もし面白そうだな、やってみたいなって思う方は試しにやってみるのもいいかもしれないです。まだうまくいくかはねちょっとわからないんですけどね。参考にできそうな部分は参考にしてみてください。はい、というわけで今日紹介させていただいたのはこちら、ポトスのテルノリンダということで、面白い性質を持ったポトスが手に入りましたので紹介させていただきました。支柱立ての方もね、まあ個人的にはなかなかうまくいったかなと思いますので、今後の成長がすごく楽しみです。今後もいろいろな園芸の情報を発信していきますので、面白いな、役に立ったなという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで今日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。